埼玉新都心駅は埼玉県埼玉市大宮区吉木町4丁目にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である2000年5月5日の埼玉新都心の町開きに先立って開業した業務地区としての埼玉新都心は中央区と大宮区にまたがって整備されており駅は東側の大宮区に所在しているなお町名としての新都心は 地区内の西側に位置する。乗り入れている路線は、線路名称上は、東北本線一路線のみであるが、当駅には、電車線を走る京浜東北線電車、及び、中距離電車である、宇都宮線、高崎線の列車が停車し、旅客案内ではそれぞれ別路線として案内されている。なお、宇都宮線、高崎線の列車は、列車線で運行される、上野駅発着系統。 上野駅、東京駅経由で、東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。旅客ホームが設置されていない、東北貨物線上を走行する湘南新宿ラインや、武蔵野線直通列車などは通過する。池袋駅、新宿駅、渋谷駅方面は、浦和駅、赤羽駅、または田畑駅で、湘南新宿ライン、埼京線、または山手線への乗り換えとなる。 電車線と列車線それぞれの上下線間に一面二線、合計二面四線の島式ホームが配置された地上駅で、橋上駅舎を有している。1階がホーム、2階がコンコースと自由通路、駅事務室、3階が駅事務室となっている。建物の設計は、埼玉県狭山市出身の建築家である鈴木エドワードと JR 東日本建築設計事務所、 東日本旅客鉄道東京事務所が行っている。全体のデザインとして、雲や空気のように人を包み込むようなシェルターでありたいと考え、雲の波のような柔らかく流れる形態としている。東西自由通路においては、東西を結ぶ約80メートルの自由通路を柱一本も立てず23メートルの福音を確保という条件があったため、動線機能や福音、 高さなど様々な要素を検討した結果、最も効率的であると判断した楕円形断面を用いている。駅舎部と一体性を持たせるため、中央部にある改札付近においては、楕円形断面を開き、コンコースやホームまで連続した屋根で、駅舎機能を覆う形をとっている。屋根は節電、省エネの観点や行き交う人々が、光と影の変化を楽しめるようにと、 多くの自然光を取り入れるため、約1、3を透明ガラスとし、残りを断熱材を間に入れた折ー板を使用している。緑の窓口、自動改札機、指定席券売機が設置されている。また、社員配置駅として、世の駅を管理下に置く。エレベーター及びエスカレーターは、コンコースとホームを連絡する。この内京浜東北線ホームとを結ぶエレベーターは、 駅事務所などがあるコンコースの上の木座橋まで通じており、そこへは関係者以外は立ち入り禁止となっている。2021年2月26日に、ベック・エスコーヒーショップを展開する JR 東日本フーズの新業態カフェ、ベック・エスステシャンラウンジが開業している。京浜東北線は大宮駅発着のすべての列車が停車する。宇都宮線、高崎線は、 上野駅を通る普通列車のみの停車で、湘南新宿ライン系統及び快速、ラビト、アーバン、通勤快速などの速達列車や武蔵野線、直通列車はすべて通過となる。隣接する埼玉スーパーアリーナで大規模なイベントが開催され、多数の来場客がある場合でも、快速の臨時停車などの措置は原則として行われていない。 上野東京ラインの東海道線直通快速、アクティは、宇都宮線内は普通で運転されるため当たり駅に停車し、逆に、当駅を通過する快速、ラビット、アーバンは、東海道線内は、普通として運転する。当駅は、歴史的経緯により、東北貨物線の大宮奏車場に隣接している。4番線の西側に、貨物線上り本線、上り待機線3本、 中線2本、下り本線、下り待機線4本が並んでおり、ホームからは、東北貨物線を通過する湘南新宿ラインの列車や武蔵野線直通列車、出発を待つ貨物列車や回送列車を見ることができる。貨物線は上下本線が離れている上、待機線に囲まれているため、当駅解説から現在まで貨物線にホームを設ける計画はない。 工事や事故の影響で本来あたり駅停車の宇都宮線、高崎線が東北貨物線へ臨時で迂回運転をする場合は普通列車であっても当駅を通過する。また、ごく稀に湘南新宿ライン、大宮方面行きが川口駅付近のポイントを利用して当駅4番線の線路に迂回することがあるが湘南新宿ラインの列車が本来停車する駅ではないため 普通列車であっても当駅を通過する。2019年度の1日平均乗車人員は55,782人で、JR 東日本管内の駅では新浦安駅に、ついで87位。埼玉市内の JR 駅では、新幹線が停車する大宮駅や、市中心駅の浦和駅、中距離列車の停車しない、川口駅や南浦和駅よりも少ないが、 埼玉新都心の開発に伴って利用者は年々増加しており2016年度に5万人を超えた埼玉新都心付近特に埼玉スーパーアリーナでのイベント開催時には非常に混雑する大規模イベント開催日にはイベント前から帰りの切符購入カードへのチャージを呼びかける放送が校内に響き終了後には 各ホームに安全、警備のための係員が増員される。また、列車発車時には、客扱い終了合図の取り扱いも行われる。開業以来の1日平均乗車人員は、下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた、小数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は、 必ずしも合計と一致しない。埼玉新都心駅付近空中写真。かつての大宮総車場。東口から見上げた、埼玉新都心国際工業バス、東部バスウェイスト、日本中央バス、平成エンタープライズが運行する路線が発着する。AT ライナー、京成バス、京浜急行バス、国際工業バス、桜交通、西武観光バス。 西武バス、東京空港交通、東武バスウェスト、千葉交通が運行する路線が発着する。駐車区出展報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。